はい、それではですね、完全グラフ上の、イジングモデルについてちょっとお話したいと思います。このモデルは、伏見テンパレーモデルという名前がついています。で、どういうモデルかっていうと、エネルギー関数はこんな風にですね、相互作用 J、プラスです。それから H、外場、これもプラス、H っていうが、これ外場が入っていて、J はプラスです。N は、濃度の個数です。で、濃度の個数。N 個の濃度を考えてます。はい。それで、それでですね、V はこれは、濃度の集合で、E はこれは、すべてのエッジの集合です。はい。で、今、完全グラフなので、すべての濃度と濃度の間が辺で結ばれているようなものを考えています。で、それで、確率分布はボルツマン分布でこう与えられます。で、T は温度で、もちろん正で、Z は、いわゆる幾何学過程数でパーティションファンクションと呼ばれるものです。はい。それで、このハミルトニアンなんですが、エネルギー関数なんですが、この、SI、SJ の積の項は、これはすべての濃度の間で、出てきますから、そのために、こいつはですね、どういう、この途中の式を介して、こんな風にですね、SI、I と J 全部に対する和。で、元々のこちらの和はですね、I と J が等しい時は出てこなかったので、なので、これ I と J が等しい時は、で、SI かける SI って全部1になりますから、そのために、SI かける SI は1になるということを、意識して、マイナス 2J だけ、余分、この項の中では2分の J だけ余分になります。なので、それを引いてやるというようなことをやってます。はい。とにかく、これはこんな風に完全グラフの場合には書き換えられてしまうということです。で、その上で今、いわゆるフリーエナジーっていう、ヘルムホルツのフリーエナジーっていうのを、パーティションファンクションを使って書いてあります。はい。ハミルトニアに、エネルギー関数項の中に入れるとこんな風になります。はい。で、問題は、ここの、I と J すべてに対、の濃度に対する、これ和をこう、ここのところですね。こいつを、じっと見てやると、実はこの、ここの部分は、SI を、SI の和を取ってから事情。SI をすべての濃度に対して和を取ってから事乗した式と同じになります。この式からこれは出てきます。はい。ということです。はい。で、ここで何をするかなんです。で、ここでですね、置き換えてやって、書き換えると、こんな風な形が出てきます。はい。ここまでよろしいでしょうか。いいでしょうか。それでですね、それで、その上で、ここの形、指数の型がですね、2分の1かける何とかの事乗になってます。はい。ここの部分に着目します。で、それで、ここで、ちょっとですね、ガウスの、ガウス積分の公式というのを思い出してください。一応こんな風な形になってます。はい。で、これなんですが、これ、具材をですね、x-a に変数変換してやるとこんな風な式になります。d 具材イコール dx ですからね。だからこういう風になります。で、この括弧事乗のところを展開して、両辺にエクスポネンシャル2分の a 事乗をかけてやるとこの形が出てきます。これはすぐ出てきますから、ここの括弧の事乗を展開して見てみてください。この形が出てくるとすぐわかります。はい。で、今はですね、この緑の波線の部分をの中の括弧の中を A だと思って、この こちらの式の A だと思って、適用してやります。そうするとですね、この得られているガウス積分から得られている式の左辺の方がここに出てきます。はい。左辺に対応する方がここに、ファクターがここに出てきます。はい。ここの括弧の中身、この括弧の中身がちょうど A になってます。はい。この括弧の中身が、これがこの A になってます。はい。で、それでですね、それで、その上で、だから、ここの括弧の中身ってここに出てきてますね。はい。で、これがこっちですね。はい。というような形で、変換してやります。S に対する和の他に積分が出てきてしまうんですね、ここで。どうしようと。
で、こういう風に、書いた時に、この X のことを補助場という風に呼んでます。で、この変換をですね、はいわゆるハバート・ストラノトビッチ変換という風な、名前がついていて、非常に有名な変換です。はい。で、その上で、この式をですね、もう一度、指数の型をですね、適当に整理して書き直してやります。SI がついているところと SI がついてないところで指数の型を、分けて書いてあります。そうすると、すべてのノードに対する和がこことここに出てますから、指数関数の外に出すと、積になります。はい。ということで、ここまで来ます。で、ここまで来て分かることは、この積の中身はですね、各ノードごとの独立な積になっています。なので、ここに書いてある S に対する多重はですね、N 重の和が書いてあるんですね。これが一つずつこの中に、押し込んでしまうことができます。はい。だから、ここは、何が何に動いたかっていうのは、青で波線で書きますと、こいつが、ここに動いたわけです。はい。で、各ノードごとに、ここで各ノードごとに別々に和を取ってから掛け算するという形が可能になってくるわけです。はい。ここにもう一個、積のところにもう一個、カッコつけておきましょう。よいしょ。で、ここからだから、ここまでですね。もう一個、カッコを多くつけておきます。はい。この青のカッコの中身の和がですね、各ノードごと別々の、独立に和が取れてしまう。で、指数関数で SI がかけてあっての和ですから、2倍のハイパブリックコサインに化けます。はい。で、そして、全体で X に対する積分という形になってます。はい。その上で、ハイパブリックコサインの中にですね、この N というですね、ノード数が入っている、この形がですね、をもっと簡単にするためにですね、その前にですね、ここでですね、この積なんですが、実は同じものをただ掛け算してるだけなんですね。こいつは同じものをただ掛け算しているだけです。積はどこからどこまで入ってるかというと、こっからここまでですね。はい。この中は同じものをただ掛けているだけなので、2倍のハイパブリックコサインの N 乗になります。で、こいつを、そのことを一応確認した上で、指数の型に乗せてやります。はい。ここはどういう変換をしたかというと、要するに、これは、1から N までの2倍のハイパブリックコサイン。の J X 足す H K B T カッコ閉じイコールまず2倍のハイパブリックコサインの J の X 足す KBT 分の H 括弧全体の N 乗ですね。はい。となって、そしてさらにこいつを足す H K E T カッコ2個3個はい、こんな形で変形してやります。こういう形で変形してやります。はい。で、これがここからここへの変形です。
はい。その上でここでですね、x から y へのこういう変数変換、置換積分をしてやります。はい。置換積分をすると、この形が出てきます。はい。それで、その上で、この、指数の肩のところのですね、ラージ n を除いた部分をプサイ y として、こういうふうに定義してやります。はい。で、そして、それの残りが、そういう風に書いてあると、こんな風な形で、このフリーエナジーが書けるということになります。まず、ここまでの計算を、確認をしてください。ここから今度はですね、このモデルに対して、この後ですね、このモデルに対して、自発時価の計算をしていくという話を、に入っていきたいと思います。まず一度、ここで、一度切りたいと思います。はい。この後、とにかく、スポンテニアスマグネタイゼーションを、このフリーエナジーから計算するというような話に移っていきます。はい、それではですね、完全グラフ上の、イジングモデル、要するに、ノードが V なんですが、すべてのノードの間が、エッジで結ばれているグラフ上のイジングモデルで、J というのがプラス、で、こういうエネルギー関数で書かれた、モデル、で、ボルツマン分布で確率分布が与えられて、そして、パーティションファンクションはその、規格化定数になっているという時に、このヘルムホルツのフリーエナジーっていうのをですね、今、この、前の動画の方で一生懸命計算して、ここまで持ってきたという説明をいたしました。はい。ラージ N はこれ、ノード数です。ラージ N っていうのはこれ、ノード数です。はい。それで、その上でですね、よっこいしょ。ほい。で、ここから先の計算を、説明します。ここから先の計算を説明します。で、先ほどフリーエナジー定義、ヘルムホルツのフリーエナジー定義はこうですよって言って、それをですね、いろいろ書き換えてここまで持ってきて、なんかプサイ y という謎の関数を使って、こんな積分で書けますよっていう話。途中でハバーとストラノトビッチ変換っていうのを使いました。はい。そして、その上で、いわゆるトータルマグネタイゼーションって今こ、ボルツマン分布 PS を使ってこんな風に書けて、で、こいつなん、あ、かけて、実はこれがですね、このフリーエナジーの元々の定義をですね、ちょうど、外場で微分した形になっていると。いや、逆に言うと、これ、フリーエナジーを外場で微分するっていう、この式を外場で微分すると、ここにしか外場出てきてませんから、要するに、ログの中にそのパーティションファンクション入ってるんで、で、ログの微分、要するに合成関数の微分ですね。ログの微分分の、あ、ログの中身のが分母に来て、そして、ログの中身の H での微分が分子に来るっていうことで、そうすると、ちょうどこの式が出てくると。いう形になります。はい。これはすぐに、確認できます。で、それは自分でやってみてください。で、この形で、フリーエナジーの、ヘルムホルツのフリーエナジーを、KBT 分の H で微分しますよっていうのをですね、この先ほど得られたこの謎のプサイを使ってですね、で、しかも Y に対する積分を使って書いた、こちらの式ですね。こちらの式の方を代入してやります。そうすると、こんな形になります。はい。で、これで、まず、ルート2分の1はですね、分母分子に書いてあるんですから、キャンセルされますね。あ、まだ残ってますけどね。はい。それで、これ、微分と積分をひっくり返します。で、この中身を積分してやると、そうすると、やっぱりまた合成関数の微分で、プサイ y の、プサイ、n かけるプサイ y の外場にある微分と、それから指数関数って形になります。ここもやっぱり合成関数の微分になります。はい。分子はそのままです。で、この中身の n かけるプサイ y をですね、もう一回ですね、外場で微分してやると、この形が出てきます。はい。はい。それで、その上で、これですが、あとはこの積分をですね、処理してやればいいです。
で、積分を処理するときに何が出てくるかっていうと、積分を処理するときに何が出てくるかっていうと、何を使うかっていうと、暗転法っていうのを使います。サドルポイントメソッドって言って、これ、ある関数に、対して、最終的に無限大を取るような量をこれにかけたやつの積分、指数の方に上がっているやつですね。で、こいつは、この fx のですね、マックスを取る時の値で、上げた時の値で置き換えることが n が大きければ大きいほどできますよという方法なんです。で、これの数学的詳細はここでは省略しますが、サドルポイントメソッドっていうことで、例えば、西森先生の、想定位臨界現象の統計物理学、倍空間から出てる教科書ですね。想定位臨界現象の統計物理学、などに書いてあります。はい。で、これを用いますと、この分母分子の積分は、こんな風な形で置き換えられます。はい。で、そして、要するに ymax って、ここが ymax って、ymax ってどうやって求めるって言って、やっぱり ψy のですね、極地条件から求めるということになります。で、この ymax ってどうやって、に対する方程式っていうのは、こういう風な形になります。はい。これ、ψy をですね、y で微分してイコール0って式を書くとすぐに出てきます。はい。で、そうすると、そして、それ入れると、この指数関数の部分はですね、キャンセルされてなくなってしまって、自発時間ってちょうどこれになっちゃうんですね。で、この式とこの式合わせてみると、M がハイパブリック単、M も YMAX もどちらもですね、このハイパブリックタンジェント、カッコ何がしてやつで同じもので与えられているので、結果的に、M イコールハイパブリックタンジェント何がしてこういう形の、式が出ています。で、これ実はですね、実はこれ、この完全グラフ上のイジングモデルで、平均馬近似を立ててやると、そうするとちょうど平均馬方程式これになっているんです。はい。ということはどういうことかっていうと、完全グラフ上のイジングモデルの厳密解っていうのは、ミーンフィールドイキュージョンに、レデュースされた、今考えている。これ、ちょっとですね、いくつか正し書きがあるんですが、今考えている、完全グラフ上のイジングモデルの厳密解っていうのは、これは、サイズを無限大にしたときという意味で今サーモダイナミックリミットって言いましたが、サイズを無限大にしたときに平均馬方程式に帰着されるということになります。はい。で、完全グラフ上でもいろんなイジングモデルが定義できるので、単純にこう書くとですね、言い過ぎだろうという人は当然います。なので、ここでは今考えている伏見テンパレーモデル。外場が一様な外場がかかっていて、そして相互作用もすべてのエッジで同じ値をとっている伏見テンパレーモデルでは、のエグザクトソリューションっていうのは、平均馬方程式に帰着されますよと。N 無限大ですね。ということが言えるということになります。はい。で、この話、例えば、西森秀俊先生の、想定位統計、想定位臨界現象の統計物理学などに書いてあります。はい。それ以外にも、例えば私の英語の講義ノートの中にも、その導出は、書いてありますので、そういうので、参考にして、見ていただければと思います。はい。これが、で、なので、それでもう一つ、この、伏見テンパレーモデルは、平均馬方程式に帰着されているという意味で、平均馬モデルというふうにも、これは、なので、こいつを、平均馬モデルというふうにも呼ばれることが、あります。ということです。一応ですね、これで伏見テンパレーモデルの話は、ここまでにしておきます。で、これちょっとこれだけだと、言い過ぎだというふうに、お叱りを、あ、お、お、あの、叱ら、
怒られるのね。シミテンパレーモデルの、厳密解っていうのは平均場方程式に帰着される。で、なのでこいつは平均場モデルというふうに言われるということです。で、それでですね、さらにあと、ここのところにちょっと、補足で書いておきますが、さらにここで、こういう形で、外場が濃度に寄っている場合を考える場合もあります。で、この場合でもですね、少なくとも、この、安定法を使う直前までは同じ式で OK です。ただ、安定法を使うときにちょっと注意が必要です。で、ちなみに、HI そのものも、ある、確率でランダムネスをつける場合も、こういうモデルのことを、というふうに言っています。それからもう一つ。こういう風な形で、今度は、各 J が、それぞれボンドの場所によって、ランダムに変わっているようなモデル。これを、ランダムボンドイージングモデルと言います。で、こういうモデルに対して、完全グラフ上でどうなるかという話はですね、いろいろ、考えられていて、特に有名な、このランダムイジン、ボンドイジングモデルの中で、特に有名なモデルとしては、例えば、シェリントン・カーク・パトリックモデル。これを称して SK モデルって言ってるんですが、そういうモデルなどが、出てきます。これはさらなる発展の話として、そんなものがあるということを一言、付け加えておきたいと思います。はい。これで一応ですね、いわゆる、シミテンパレモデルという意味での完全グラフ上のイジングモデルの厳密解の話を、これは一つのソルバブルモデルになっていると。トラクタブルなモデルになっているということを一言言って、それで、この解説動画を終わりにしたいと思います。はい。
はい、それではですね、完全グラフ上のイジングモデルに対するビリーフプロパゲーションのお話をしたいと思います。で、完全グラフ上のイジングモデルっていうのは、基本的にはハバート・ストラノトビッチ変換と、それから、暗転法の処理をすることによって、平均場方程式に厳密に、帰着されてしまうという、お話をはすでに平均場近似の、説明をした後あたりに、いたしました。はい。で、ここではですね、特に、伏見テンパレーモデルって言われているモデルは、これは、本当に、ミンフィールド、平均場方程式の、を解く問題に帰着されています。はい。で、ここではですね、この完全グラフ上のイジングモデルでですね、確率伝播法をもし考えたら一体どんなことが起こるかという話をちょっとしてみたいと思います。なので、ここではですね、ラージ N っていうのは、ノード数です。全ノード数です。なんか、ここに書いておかなきゃいけませんでしたね。だから、これ。全ノード数です。そしてですね、そして、こんな風に相互作用の項と外場の項があります。で、外場の方はですね、外場は、とりあえずノードに依存する値を持っているというふうにしておきます。で、ボルツマン分布で表されていると。で、T は温度で、T は温度であると。KB はボルツマンコンスタントである。Z はこれは、このボルツマン分布のですね、規格化定数で、統計力学ではパーティションファンクションと呼ばれているようです。ちょっと消えてますから、少し。上からなぞると結構手震えるんですよね。はい。それで、ここで、ラウンド DI っていうのは、前から、何度か使ってきましたが、これは、I 番目のノードと H で結ばれているすべてのノードの集合です。はい。で、今の場合はラウンド DI って言ったら、すべてのノードと結合してますから、辺で結ばれてますから、完全グラフですから、これは、要するに、よいしょ。今の場合は、完全グラフなので、ということなので、ラウンド DI っていうのは、実は、すべてのノードから I 番目のノードを引いたものと。バックスラッシュはセットマイナスの意味です。セットマイナスの意味です。すべてのノードから、I 番目のノードを引いたものということになってます。はい。それで、それに対して確率伝播法の、式を書いてやると、まず一体の周辺確率と二体の周辺確率はこんな風な形で、それぞれ書けます。ビリーフプロパゲーションの時にやった標識との違いは相互作用のところが N 分の J になっているということです。で、ミューっていうのが、これが、メッセージというやつで、いわゆるメッセージパッシングですね、方程式っていうのは、メッセージパッシング、メッセージに対する固定点方程式ですね、連立の固定点方程式ってこんな風になっているということです。それから、IJ は、これは、そうですね。ここに書いておかなきゃいけないですね。IJ っていうのは、これは、H の集合で、それから I は、ノードの集合になります。これをちょっと書いておかなきゃいけなかったですね。はい。ということになります。で、それで、何を言おうとしたのかな？ちょっと待ってください。こうなって、V と。はい。なっていて、それからあと、ここですね。これもうちょっとちゃんと書きましょう。はい。ですね。もうちょっとこれこっち側に書けば、もう少し綺麗になるかな。やるということから
ということになると。ことで、あとここは、それで、こっち側。こうなるんですね。はい。ということになります。はい。それで、あとは、まあ、こんな感じで、ここもだから、なっていて、こうですね。はい。すいません。I と J どの範囲かっていうのを一応ちゃんと書くとこんな風になります。はい。それで、とにかくこれがメッセージに対する方程式で、それで、ここでですね、完全グラフであるということを、完全グラフであるということを使って、このメッセージパッシングの方程式をですね、書き換えていきます。どんな風に書き換えられるかっていうと、まず最初にですね、この後ろ、一番最後のところに書いてあるこの指数の型をですね、外場の項とですね、それから相互作用の項2つで指数関数の掛け算に分けてやります。その上で、ここに N が入っていて、N はでかいということを使って、N はでかいという極限のことを使って、それでこの、指数関数をまずばらします。テーラー展開します。テーラー展開すると、第3項以降は、n のマイナス2乗より、マイナス2乗よりも小さな項ということになる。マイナス、2乗の項以降が、省略されているということになります。はい。その上で、この緑の部分をじっと見るわけです。で、ここのところ、J 番目のノードに、で、I 番目のノードを除く J 番目につながれているすべてのノードってなってるんですが、J 番目のノード、なので、ここのところは何をやったかというと、J 番目のノードで、セットマイナス I なんですが、そもそも、J 番目のノードっていうのは何かっていうと、これは、V というノードから、J 番目を除いたものなんですね。はい。ということは、どういうことか。で、さらにそれに I 番目を除け。なので、これは V、セットマイナスで、I と J という、二つのノードを除いたもの。で、V そのものが、とにかく、大変たくさんのノードを持っているということから、これをですね、これはもうですね、自分自身以外のすべてのノードと、ニアリーイコールだというふうに考えて、この波線のところをですね、この、一体の周辺確率分布で置き換えてしまいます。はい。波線のところ、だからこの緑の波線から、この、下のところの緑の、波線の部分は、ここのニアリーイコールを使ったんです。はい。ということになります。で、というわけで、それでですね、それで、まあ、この、式が、第3番目の式はニアリーイコールですが、こういう N が大きいところは、この式が成り立つとして、その上で、この、周辺確率を括弧の中に全部かけてやります。かけてやって、和も含めて中に入れてやると、1に対してこの Q をかけて、SJ で和を取ると、これ幾何学条件満足してますから、最初の項が1になります。そして2番目のところにかけてやると、J 番目の、SJ に対する関数ですから、SJ に Q をかけて和を取りなさいという形で2番目の項が出てきて、3番目以降は N-2 乗の、オーダーであるということは、これは変わらないということになります。はい。で、結果的にこんな風な式になって、そしてですね、その次の式は何をやったかというと、あ、そうか。そして、この中括弧の中身をもう一回ですね、
指数関数のテーラー展開であるとみなして、もう一回指数の型に上げてやります。ここまでもう一回ニアリーイコールが出てきます。はい。で、すべて N が無限大に、N がやたらでかいということのもとで、変形してるわけです。で、このメッセージの式をですね、今度は一体の周辺確率の式の中に入れてやります。そうすると、こんな風な形になってきます。はい。で、これ分母分子にこの定数ついてるんですが、これはもう一回規格化条件を考え直してやると、分母分子で同じものがただ出てきているだけなので、キャンセルされます。したがって、こういう式が出てくるということになります。で、ここでですね、ここの部分、これですね。これは、MK になるわけです。MK ハットになるわけです。はい。この MK ハットってここに転移したんです。MJ ってここで転移したんですが、要するに、一体の周辺確率で計算した SI の期待値ですね。それがここに出てきていると。ここもそうです。はい。もうちょっとまっすぐ書かなきゃいけないんですけど、どうしてもやっぱり、腕の力が弱くなってきて、腕で支えられないというわけのわかんないこと言ってました。はい。こんな形になります。はい。ここが MK になると。で、それを、この、MI の式の中にこれを代入してやると、こんな形の式が出てきます。はい。これは、要するに、通常のイジングモデルで、なんていうか、平均バー近似をやった時に出てくる式そのものになるわけです。ここのところが、完全グラフ以外でも、とにかく平均バー近似で出てくる式をそのまま使っています。違いはここだけです。N 分の J というところ。はい。というわけです。ここも N 分の J。そして N 分の J と。はい。ここもそう。N 分の J ってどこに出てきているかっていうのをちょっと強調するために赤で書いておきます。はい。それで、さらにですね、二体の周辺確率。こちらの方も何やるかっていうと、ここの、相互作用の項を、ここでやった変形と同じように、一度テーラー展開した上で、書き直してやりますと、そうすると、同じように、二体の周辺確率っていうのは、一体の周辺確率の、積で、表される。n がでかいときには、そして、コレクションタームは n のマイナス2乗のオーダーで出てくる。いうような式が、ここでやったところの、この、相互作用に対する指数関数の項ですね。ここに出てきてますよね。これを一度テーラー展開した上で、それ以外の部分を全部一体の周辺確率で、ここの緑のところで置き換えたのと同様の操作で、置き換えた上でもう一回和を、で、それで、和を取り直し、あ、それで書き直してやると、この一番下のところのですね、二体の周辺確率は一体の周辺確率とその積になって、N に対するコレクションタームは N-2乗以降で出てくるって出てきます。それから、伏見テンパレーモデルですね。HI がすべて H、つまり、HI がすべてのノードで同じ値を取る場合。この場合にはですね、この、なんていうか、固定点方程式ですね。固定点方程式は、そのまま、すべて MI ハットが M ハットになりますので、したがって、このように、伏見テンパレーモデルで出てきた平均場方程式そのものになっているというようなことになります。もう一回一体何が言いたかったかというと、ノード数がやたら大きい時の完全グラフ上のイジングモデルのビリフプロパゲーションっていうのは、これは、平均場方程式に、帰着されると。
いうようなことが、このような議論で出てくるということになります。はい。で、この、書き換えは、いろいろなところで使われていて、この、考え方の、延長上の中に、いわゆるアプロキシメイトビリーフプロパゲーションという方法があるということを、一言だけ、述べて、この、解説動画は終わりにしたいと思います。はい。それでは、皆さん、ごきげんよう。